これですね、チェコのチェスキークロムノフにいます。チェスキークロムノフで、チェコの首都のプラハからですね、だいたい3時間ぐらい、バスで来たところにいます。で、ここはですね、まあ、小さな、小さな町なんですけどね、昔中世にですね、貴族がですね、お城を持ってたところで、そこで栄えた町ですね。まあすごくね、静かな町です。で、今夜だいたい11時ぐらいで、日にちがですね、2012年6月の26日夜にならないとね、6月とかやっぱ暗くならないです。10時以降にならないと。なので今夜ちょうど出てきてね、今夜景を見て散策してるところです。この夜の街ですね。治安はやっぱ結構いいです。プラハになるともしかしたらね、危ないとか危ないかもしれないですけどね。で、もう夜普通に女の子2人で歩いてもね、決してまあ問題ないかなって感じはするようなところです。ただあまりにも人気がないような子行ってしまうと、女の子だけでちょっと危ないかもしれないんでね、気をつけた方がいいですけどね。すごいですね、この綺麗な街並み見てください。美しいです。